カーダムは、イスラエルのソルタムシステムズが開発した 81mm、120mm 迫撃砲の制御システムの名称である。迫撃砲そのものを指す名称ではない。軽車両上での利用も考慮し、リコイルモルタルシステムと呼ばれる、発射の衝撃を吸収する中体副崎を備えている。採用しているのは、アメリカ陸軍やイスラエル国防軍、NATO 参加国など、 カーダムは、軽・中型の走行車に搭載される、自動化、コンピュータ化されたシステムで正確かつ効果的な火力を提供する。このシステムは、新型のコンピュータ化された統合ナビゲーションシステム、自動観測、照準システムを用いている。このような近代的目標要求デバイスとともに、RMS は、射撃による負荷を軽減し、軽走行車での運用を可能にしており、 必要ならば、トラックでさえ運用できる。また、射撃機構は、最新鋭の指揮、統制、通信システムとリンクしており、自動操作モードでの迅速な反応を実現している。また、方針のサーボ機構が、射撃準備中も常に正確な行革及び、左右水平角の調整をし続ける。射撃自体は、従来の迫撃砲と同様に、人の手で砲弾を方向に装填する。 射撃レートは最大16発、踏んだが長時間の連続砲撃を行う場合は4発、分ほどに制限される。カーダムはアメリカ陸軍向きに320機以上が生産され、第3ストライカー旅団に M95 迫撃砲射撃管制システムとともに M120-120mm 迫撃砲を制御するシステムとして M1129 ストライカー MC に搭載される。 形で配備されている。なお、同じくアメリカ陸軍で運用される M113 走行兵員輸送車をベースに M120-120mm 迫撃砲を搭載した M1064 自走迫撃砲にはカーダムシステムは組み込まれていない。一方、イスラエル国防軍に配備されている M113 をベースにソルタム計 620mm 迫撃砲を 搭載した、ケシェット 120mm 自走迫撃砲には、カーダムシステムが搭載されている。ありがとうございます。